もうちょっと賑やかな場所だったら、私のことももっと早く見つけてもらえるかもしれない。と、朦朧としながら思いました。遭難しても安心な島づくり、頑張ってください。ジョニーのための島づくり？皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2020年4月14日火曜日の午後4時41分です。では本日のお知らせです。今日、アイナ島に桜島さんという方が新しく引っ越してこられました。あ、やっぱり一人ずつなんやね。桜島さん、移住おめでとうございます。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ってことは明日来るんかな？シャンティ。お、なんか届いた。あ、そっかそっか、買ったんやったっけ、そういえば。スマホが鳴っている。自販機買ったんや、自販機。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 36,665 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。あ、ちゃんとこれ、靴変えた。靴と靴下変えた。まあ、もともとあったスリッポンやけど。たぬきショッピング、あ、待って、ここもたぬきマイレージプログラム。いつもたぬきマイレージプログラム、並びにたぬポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。あ、なるほどね。景品か、これ。え、じゃあその上は何？あ、たぬきショッピング。何買ったんやったっけな。たぬき開発。アイナ様に見つけていただいた土地に新しいお客様が引っ越してこられました。今回のお礼に1000マイルを振り込ませていただきました。ささやかですがご活用ください。たぬき開発。じゃあとりあえず、こっちが自販機。あ、そっかそっか、動物の森のスイッチや。ヤシの木どうしよう。右側の海岸にしよっかな。そして、ちょっと待ってね。あ、これ桜島さんのお家。めっちゃ和風や。そしてやっぱりちょっと奥まっとるのが気になる。なんかこっちはあんま気にならんのやけど、こっち気になるね、若干。可愛いけど。どんな、あ、待って、はんなちゃん。おー、畳やめっちゃいい。ちょっと待って、なんか、バクとかアリクイとか、系統はあっとったんやけど、思っとった感じと顔が違った。もうちょっと可愛い系を想像しとったんやけど、ちょっと君じゃないな。ちょっと君じゃないな。おめえ誰だ？なんだこの島のやつか。ガン飛ばしちまって悪かったな。俺は桜島ってんだ。見かけほど怖くはねえから心配すんな。今日は部屋の片付けて忙しいからよ。また明日、ゆっくり話そうぜ、デゴアス。デゴアス。いかつい。もっと可愛い子がいい。私が思っとったの誰なんやろう。でもこの部屋はものすごくいいと思う。はんなちゃん、私に用があったんじゃないの？もうないの？ないんか。お！ケイトさん！え、なになになに？なんかめっちゃ、バス会社のツアーコンダクターみたいな感じの格好してない？え、超おしゃれなんやけど。あ、ことのっていう名前で出てくるんやね。はじめまして、私はファッションデザイナーのことのと申します。本名の方で出るんや。デザイナーといっても独り立ちしたばかりで、まだまだ修行中の身なんですけどね。今はデザイナーとして勉強するため、各地を旅して、いろいろなファッションを見て回っているんです。ちょっとアンチョビ。お時間よろしければ、ファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容はこちらが出題したファッションテーマに合った服装に着替えて私に見せていただくというものです。ああ、マジでファッションチェックあるんや。なるほどね。いいよ。今回はグレースじゃなくって、ケイトさんのやね。大したものではありませんが、お礼もご用意しておりますので。いいですよ。ありがとうございます。では早速なんですけど、今回見せてほしいのはお仕事する時のコーディネートです。スーツのようにキリッとした服装でも構いませんし、料理人やお医者さんなど、どんな職業でも OK ですよ。参考用として、お仕事のイメージな服をお渡ししておきますね。参考用？これはくれるの？直帰付きワイシャツです。こんな感じのイメージでお仕事のコーディネートをしてみてください。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。もちろん、頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かります。私はここでお待ちしているので、どうぞよろしくお願いしますね。ほう。私はそういう職業的な服を何も持っていないから、アイドルじゃ多分ダメやと思うよね。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。あさみさんずっと話してないけど、お元気？お話でしたらそちらの店員にお願いできませんか？いやー、相変わらずの塩対応だわ。さあ、それじゃあちょっと着替えさせて。試着室を使いたいのね。どうぞ。職業か、どういう感じ？スタッフ、何のスタッフかわからんけど、ライブスタッフとかかな。コーチジャケット。ミュージックフェスの服。フィギュアのドレス。フィギュアスケーターとかでもいいってこと？これ髪の毛もついてくるん、ヘアターバン。エレガントの帽子、ヘッドホン。ガスマスク。いろいろとあるなぁ。何がいいんやろう？ちょっと待って。てか、この辺のルームシューズめっちゃ可愛いんよね。超絶可愛いよね。ビジュアル系コスチューム。なるほど。スタッフの服かなぁ。何のスタッフかはわからんけど、とりあえず仕事はしよるってことよね。お、いいやん。800ベル。スタッフの服、この辺、スラックス。やっぱ動きやすい服。あ、爽やかやね。いいね、いいね、白。んで？かわいい！パジャマ超かわいい。ちょっと待って。ちょっと待って。ヘッドホン。いや、でもスタッフはつけてないかな、ヘッドホンとかは。あとは、ハイカットスニーカー。こういう感じ？この辺かな。ビジネスシューズ。ラバートゥーハイカットスニーカー。なんかおしゃれ。超絶おしゃれやん。あとは、まあ、中見えんけん、何これ？ご飯粒。ご飯粒かわいい。超かわいい。でもまあこれぐらいかな。帽子。まあまあこんな感じやろう。じゃあとりあえずこれでいくか。買っちゃいます。このまま。いい感じやね。おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。で、帽子と、バッグを外そうか。帽子外して、あ、間違えた。ちょっと待って。ちょっと待って。バッグを外す。じゃあ、靴は履いて。靴脱ぐとかできるんやね。これで、どうかな？イベントスタッフっぽくない？おおきに、またどうぞ。後ろにスタッフって書いてある。よし。こんな感じでどうですか？イベントスタッフになってきました。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネートをもう見せていただいてもよろしいですか？いいです。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。なるほど。どう？素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。マジでよかった。こんなにお仕事というイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて、感動してしまいました。何そんなにちょっと嘘っぽい、そこまで褒められると。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンを差し上げます。後でご自宅に郵送しておきますので、よかったら今度使ってみてください。何クーポン？仕立て屋クーポンは仕立て屋で3000ベル以内に商品と引き換えができるチケットなんです。仕立て屋っていうのはエイブルシスターズでいいんかな。マムケツさんのお店では使えませんが、仕立て屋ならほとんどの商品に使えますから、ぜひご利用くださいね。仕立て屋っていう言い方するってことは、エイブルシスターズと、シャンクの店でもいいってことかな。あと、これも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。なにお気に召すかどうかわかりませんが、おしゃれそう。帽子？ケイトのキャップです。それは私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。そういえば帽子とかあってもよかったな、キャップ。ね。新しくできたばかりのブランドなので、全然有名ではないんですが、よろしければ受け取ってください。ちなみにそのアイテムのブランド名は、過去にデザイナー名として使っていたケイトから来ているんです。あ、過去？もう今はデザイナー名として使ってないの、ケイト。今は本名の言葉で活動していますが、少し前まではケイトと名乗っていたんですよ。あ、もう本名で活動しようんや。へえ。またお会いすることがあったらよろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。でも見た目的にケイトさんって感じするけどね。ご協力ありがとうございました。よかったらまたお願いしますね。定期的にやってくるってことかな。ケイトのキャップ。あ、かわいい。え、超かわいいやん。おしゃれー。よきよき。よきよき。たぬき開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。ほい、300マイルゲット。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、あ、今日のたぬきショッピング何があるかな？キャンプベッド。あ、ゴールドクレスト欲しい。でもゴールドクレスト。うん。お店っていうイメージやね、なんか。ペイズリーのバンダナ、スポーツサングラス8番玉。デニムショートパンツ。大好き、大好きいる。大好きいる。んで。たぬきマイル交換。で、次は、ポケット整頓テクニックをそろそろ。ポケット整頓テクニックは5000マイルになります。交換いたしますか？交換する。これで持ち物が増えるってことよね。ポケット整頓テクニックをプリントしています。プリントが完了しました。ふんふん。なるほど、納得。持ち物をしまうことを掴んだ。これなら荷物をもうちょっと詰め込めるかも。お。たぬきマイレージプラスが。ん？これ？経済を回そう。ショッピング奨励キャンペーン。たぬきマイル200マイル ×5。おー、いいやん。ってことは1000マイル増えたってこと？よき。今増えたのはそこ？別？ん？そこか。私お買い物したっけな。あ、そっか、したね。たぬきショッピングの方はあれやったよね。これで持ち物が、あ、一段増えた。なるほど。これでだいぶ楽になったかな。たぬき開発マルチメディア端末タヌポートでございます。さあ、そしてあとは、外に置くようなもの。ペグとロープ。わらぼしの柵。屋台。そう、屋台ね、欲しいなぁと思うんやけど、どうかなぁ。サイロ。街灯仮設トイレもビーチにいいね。とりあえず、屋台作っておくか。屋台の DIY レシピは2000マイルになります。交換いたしますか？交換します。屋台2つぐらい並べておく？ DIY レシピの発行が完了しました。他は大丈夫、とりあえず。ご利用ありがとうございました。どの辺に置く？この辺に置こっか。こう向きで置かんといかんのかな？屋台。屋台？ちょっと待って。こっちに横向きに置いた方がいいかな。一旦これ、のけて、お、屋台。これ外でもさ、なんて言うん？外でも回せるようになっていただきたいんだけど。画面を。こんな感じか？屋台。これもうちょっとこっちの方とかにしとこっか。砂の城。ビーチの監視台。ビーチの監視台とかってどの辺にあるもん？ちょっとよくわからんねよね。まあ、とりあえず、この辺に。ビーチの監視台。うん、オッケー。オッケーかどうかわからんけど。オッケー。しぜえさん。どうも。あら、いらさん。お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。アイラ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイラ島、お、やったー！星が1つ増えた！現在のアイラ島の評判は2つ星です。最近注目度が増してきて話題になりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、そうなんです。私、何度か遭難したことがあるんですけど、ジョニーもうちょっと賑やかな場所だったら、私のことももっと早く見つけてもらえるかもしれない。と、朦朧としながら思いました。遭難しても安心な島づくり、頑張ってください。ジョニーのための島づくりとのことです。集まった評判を見る限り、島の自然環境について期待を寄せる声が多いようです。ほうほう、自然環境。ガーデニングに力を入れて、島に咲くお花を増やしていけば、自然豊かな印象を持ってもらえるはずです。以上になります。また、島の評判をお聞きになりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに、他にも何かご相談ございますか？大丈夫。あと一つか星、頑張ろう。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。今、マイルどれぐらいあるんやっけ？ 3390。なるほど。また貯めていかんといかんな。どうしよう。この辺に生やす？とりあえず、6。びっくりした。サメかと思った。全然違う。全くもって違う。どのぐらいの、違うね。もうちょいこっちやね。これはこれで、もうちょいこっち。いや、違う。もうちょいこっちにできないの。それは行き過ぎ。なんかちょうどいい場所に開けれんのやな。まあでもこういう感じになるってことか。3。違うんよね。違うんよね。よいしょ。とりあえずこの4箇所に生やす。よーし、植えていきまーす。1個植える。よし。なんかついた。たぬきマイレージプラス。こういう感じなんやね、ヤシの木植えたら。はい。でも一応等間隔にはなっとると思うんやけど。とりあえずこの4箇所に生やしてみる。こっちの方まで行くか。とりあえずここのビーチは、もうちょい向こうかな。どうやる？この辺？こんな感じかな。まあいいや、植えとこう。よし。これで、あと1個。ここに植えたらでも邪魔な気がするんよね。まあいいか、これでじゃあ。じゃあこういう感じで植えておきます。まあいい感じに星も増えたし、今回もまあ多少いじったし、ちょっとまた花増えたね。こっちに移動しとこっか。これは咲いてから移動させた方がいいよね、多分。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、トタケケが来てくれるまであと星一つやけど、星一つ増やすのに今結構かかったよね。これからもちょっと島の中の整備、頑張っていこう。